孫権たちは地位をもって孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝氏殿、芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか？ほう、面白い。やつらもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか？父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのだな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおうか。見事だ。進むのみ。これからも頼みにさせてくれ。さあ腕輪をよこせ。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうか、任務だな。ならば将軍元気、腕輪の持ち主を狙え。敵将を討ち取った。はいはい、ここでも俺はアニングにコキ使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。まったくこんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるな。一度引き万全の状態に戻すとしよう。わかる。師匠、この異界でも相変わらずのようだが、少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠殿、逃げ足が速い。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。相手も兄弟のようだ。
真のやり気が抜けぬな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからないな。兄弟ってそういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか。面倒。手荒なことはしたくない。すみません。嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵がナオトラ殿の近くで、急いで守らないと。一度戻るのも良さそう。準備完了。発射だ。敵。そろそろいいよね。こっそり休憩だ。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいでお味方がひどい目に。任せる。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。打ち取った。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑むか。ただの無謀か。それともここを通るつもりか。させぬ。発射だ。敵将を討ち取った。すまない、及ばなかった。どうにもならん。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。一緒にかぶこうか。よし、かしこまりました。うちの気持ちだ。ここまでか。すまんが、俺は引かせてもらうぞ。僕はナタ。腕輪を持つ人って君？私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。恥ずかしい。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。ここは皆さんは他の仲間の援護をお願いします。力の限り攻め立てる。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。がいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。シゲン、お前の底力この私に見せてみろ。いいでしょう父上、あなたに挑める機会など滅多にない。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。物分かりのいい子を好きに。思い通りになってくれて嬉しいな。突き進むのみ。なん、遠兵として参上いたしました。
だろう。ああもう降参降参、見るなり焼くなり好きにしてくれ。残念だけどここまでね。みんな降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。行くぞ撃滅だ。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいわ。あ、私ごときがすみません。任務達成戦。かしこまりました。信長様、申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて、皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎は深まるばかりですね。